ご視聴の方ありがとうございます。アルトヒワールです。今回の動画は過去にありましたトラブルの特集となります。皆様も車の方を乗っていたらトラブルがあったこともあると思います。今回はトラブルが過去にありました、そちらの特集になっております。よかったら参考に最後まで見てみてください。よろしくお願いします。またチャンネル登録高評価の方もよかったらお願いします。まず最初ですが、止まらないとやばいのでブレーキ関係から説明させていただきます。過去にブレーキ関係でキャリパーカバーというものを取り付けたことがあります。見た目は最初は取り付けたらかっこいいなと思ったのですが、実際に取り付けてみますといろいろなトラブルがあります。特にキャリパーというのは熱を持ちますので、キャリパーカバーがプラスチックでできております。そちらの方のプラスチックのカバーが溶けたり、または外れてホイールに当たったり、いろんなトラブルがありました。またキャリパーカバーはよく見ると、詳しい方が見ますとバレバレです。あ、偽物だなとすぐバレるんで、ちょっと恥ずかしい思いもします。もうキャリパーをただ塗るだけぐらいのが自分はいいなと思いまして、現在はただ塗装してるだけで使っております。キャリパーカバー自体は使っておりません。またホースとかいろんなところにトラブルが起きますので、ホースとかキャリパーカバーが外れて切ったりとか、あとグリップとかされる方はキャリパーカバーをつけてることによってキャリパーがすごい熱を持ちやすくなります。保温するような形になりますので、ブレーキがフェードすることがありますので気をつけてみてください。自分はドリフトで使ってたのでそういうようなトラブルはないですが、グリップの方はすごく気をつけてみてください。こちらの映像はサイドブレーキを下ろしていますのに、サイドブレーキの引いてるランプがついております。このようなトラブルもありました。こちらのトラブルの原因はブレーキのオイルが減っておりました。減ってるということはブレーキのオイルが漏れているということになりますので、その辺をチェックしてブレーキのオイルを入れましたらちゃんと元に戻りました。またセンサーが壊れている場合もありますので、こちらの方はチェックしてみてください。もしランプがつきましたら、あれ再度下ろしてるのにおかしいなと思いましたら、まず最初にブレーキのオイルを入ってるかチェックしてみてください。続きまして駆動関係となります。駆動関係はまずアルトワークスに限らないですが、ドライブシャフトのブーツが切れて車検などに通らないこともあります。切れますと水が中に入り、ベアリングなどが錆びて音が出たり、ドライブシャフトがダメになりますので、中のグリスも飛び散ったりトラブルがあります。こちらの方も気をつけてみてください。こまめにチェックした方がいいと思います。また車検には通りませんので気をつけてください。またリアのドライブシャフトが折れたことがあります。こちらは FR 化してドリフトした場合に折れたことがあります。普通は FR にしてドリフトすることがないので、普通は折れることがないと思います。こちらの対策としましては、新品のシャフトに交換、または過去の動画でもありますがパテで補強したりして対策しております。また駆動系ではトランスファーという部分が、自分は壊れたことないですが壊れるというトラブルを聞いたことありますので気をつけてみてください。続きまして車体関係のボディになります。特にアルトワークスにはあるあるの状態がありますので気をつけてください。リアのフレームになります。このように自分の車のように腐ってフレームが穴が開いたり割れたりしてきます。アルトワークス、自分は HB21 に乗っておりますが、他の HA21、HA11 などもこちらのフレームが腐ってダメになることよくあります。多分水が中に溜まるんだと思いますので、この辺は購入する場合また自分の車をチェックしてみてください。過去にはフレームを新品にしたことがあります。とても工賃でも10万ぐらいかかってお金がかかりましたが、現在はそちらの新品のフレームは売っておりません。こちらの映像は新品にした時の映像となります。もうないので今のフレームを大事に使っていくしかないと思います。続きましてエンジン関係となります。まずエンジン関係ではオイルパンからなぜかよくオイル漏れをする車でした。オイルパンを実際にアルミなのか、ちょっと修正をきちっとしたらオイルパンから漏れることがなかったです。またエンジンのオーバーヒートがとても多くて、エンジンを3機ぐらい壊したことがあります。オーバーホール後すぐに壊したこともあります。そちらの原因はラジエーターをヤフーオークションの方で購入したのですが、なんとそちら新品で購入したはずなのにラジエーターから水漏れをしてサーキットの方で壊れたことがあります。帰りの瀬戸大橋という橋の上で
高速上で止まって大変な思いをしたことがあります。なのでラジエーターとか、またあのセルモーターがちょっと壊れたこともありますので、リビルト品を使う場合は一度チェックした方がいいと思います。取り付け後にチェックしてみてください。リビルトを安心して使わない方がいいのではないかなと思います。またはオルタネーターの方もリビルトで壊れたことがあります。そちらの方も一度できたらチェックして使ってみた方がいいと思います。オープンデッキのオールアルミ K6A エンジンは水温計にとても厳しいので、オイルクーラーまたはラジエーターなど大きいのにした方がいいと思いますので、その辺もサーキットをもし走られるんでしたら大きい大容量の方に変えてみてください。また自分は追加のラジエーターをつけたこともありますので、その辺も検討した方がいいと思います。簡単な流量とかで使えますので、そんなにコストをかからずできると思います。アルトワークスでサーキットを走られる場合は、自分のような失敗をしてエンジンを何機も壊すようなことがないように注意してみてください。水温計をよく見て水温に気をつけて走ってください。最後までのご視聴誠にありがとうございます。他の動画の方もよろしくお願いします。また今後の動画もよろしくお願いします。またチャンネル登録高評価ボタンいただけましたらとても嬉しいです。また質問などありましたらお気軽にコメントの方いただけましたらとてもありがたいと思います。できるだけコメントは全て返しますのでよろしくお願いいたします。